始まりました。ひっそりこっそりのお時間です。本日は座ってできるストレッチをご紹介していきます。それではレッツストレッチ。本日は腸腰筋のストレッチを行っていきます。背筋を伸ばして椅子に座ります。片方の足を後ろに伸ばしていきましょう。この時体が開いてしまうのはあまり筋肉の伸びが感じられなくなってしまうので、体の向きを真正面に向くようにセットしていきます。後ろに引いた足の股関節前面の筋肉が伸びるところでストップしていきましょう。10秒から20秒の2、3セットを目安に行ってみてください。